ニコライ・グネージチ・ニコライ・ワノビチ・グネージチ1833年2月15日は、ロシアの詩人、翻訳家、ポルタバの古い中流貴族の家に生まれた。同地の文学学校、ハリコフの中等学校で古典語を学び、モスクワ大学でギリシア文学、ラテン文学を研究した。卒業後ペテルブルクでヤズイコフやラジーシチェフ、家庭人らと知り合ったか、 カプニストを通じて、ロシア師団に君臨していたガブリイラ・デルジャービンの、チグーを得た。ジュコーフスキー、バーチュシコフと親しかった。大学在学中に始めた試作を、文部省に勤めてからも続けた。電源誌、漁夫が代表作。シラー、シェイクスピア、ボルテールを翻訳し、演劇の発展にも貢献した。 最大の功績は20年以上の歳月を費やしたイーリアスのロシア語役、全24巻で今なお読み継がれる名役として自作の詩以上に有名である。未完に留まったコストルフの役業を継いだもので当初は1四音綴り死刑を採用していたが1813年以降は古典主義からの脱却を図って六歩格を用いることになる。当時ロシア文学界が 古典主義からセンチメンタリズムへの過渡期にある中、ウバーロフやプーシキンら若手の文学者の支持を集めた。主旧派は初めこそ批判したものの、次第に進化を認めざるを得なかった。六歩格以外の工夫として、原点の人工言語に対応して、文語や俗語、方言を根拠した点が挙げられる。ありがとうございます。